中部リトアニア共和国中部リトアニア共和国の領土中部リトアニア共和国あるいは単に中部リトアニアは1920年代に東ヨーロッパに存在していた国家。日本語では中央リトアニア共和国や中央リトアニアなどとも称される。中部リトアニアは1920年ルツアンジェリゴフスキ将軍率いるポーランド軍第1リトアニアベラルーシ不評次第が ビルノに侵攻したことにより建国された。ビルノはかつてのリトアニア大公国の首都であったことから独立を果たしてすぐのリトアニア共和国が自国の領土であると主張しており、そのため中部リトアニアはポーランドとリトアニアの干渉国として18ヶ月間存続していた。1922年1月8日、中部リトアニアで選挙が行われ、数で リトアニア住民を上回るポーランド人が勝利を果たし、その結果ポーランドへの編入が決定。4月20日にポーランド議会がそれを承認した。ポーランドが中部リトアニアを編入したことによってできた新たなポーランドリトアニア間の国境は日本を含む協商国や国際連盟からは承認されていたが、リトアニアはこれを認めずあくまで境界線に過ぎないとしていた。 1931年、ハーグの国際法廷は、ポーランドによる編入の経緯は国際法に反すると判断しているものの、編入自体は国際的に承認されている。なお、ポーランドとリトアニアの国交は、その後1938年まで樹立されないままであった。中部リトアニアはポーランドからの支援によって成り立っていたと見られている。歴史家の中には、 中部リトアニアは要件を満たしていない国家であったとするものや、ポーランドの海来国家であったとするもの、あるいは海来共和国、いわゆる国家、人工的に作られたもの、偽の国家とまで表現するものもいる。18世紀末、ポーランド分割に伴いそれまでのリトアニア、対抗国の領土の大半は、ロシア帝国に支配されることとなった。ロシア帝国政府は、 ポーランド分割によって獲得した領土において、ロシア化政策を徐々に推し進めていき、1864年の1月放棄を契機にさらに強めていった。こうした政策にはポーランド語、リトアニア語、ベラルーシ語、ウクライナ語の使用禁止なども含まれていた。しかし、こうした中でもビリニス文教地区では、ポーランド人の愛国主義的指導者がポーランド化を推し進めていた。 同様の取り組みはリトアニア人によっても行われており、彼らの民族覚醒運動はポーランド、ロシア双方の影響を少なくしようとする試みでもあった。中部リトアニアが建国された地域の民族構成に関しては当時の人口調査が確かなものではないために長らく議論されている。1897年に行われたロシア帝国の調査によれば、 ビルの県の民族構成は以下の通りであった。他方、1916年にドイツによって行われたビリニス地域の調査は上のものとは大きく異なっており以下の通りであった。どちらの調査も各民族をどのように分類するかという点で混乱が伴うものであった。例えば1890年代には自らもリトアニア人でもありポーランド人でもある。 と答える者が多くいた。リトアニアの上層階級の人々は、生まれはリトアニア人、国籍はポーランド人と称していたとも言われる。また、ドイツの調査に関しては、民族の身分を客観的に決めることは非常に難しいと分析されている。制作、編集ヨゼフ・ピーウス付による旧リトアニア大公国住民に向けた宣言書、ポーランドごと、 リトアニア語で書かれている。第一次世界大戦の結果、ポーランドとリトアニアは共に独立国家となった。両者は共にビリニュースの領有を主張、紛争が生じた。人口比率から言えば、ビリニュースにはポーランド人とユダヤ人がそれぞれほぼ同数居住しており、リトアニア人の数は少なかったが、リトアニア人にとってビリニュースはリトアニア大公国の歴史的首都でもあるため、彼らは ビリニュスがポーランド人のものではなく自分たちのものであると信じていた。リトアニア当局は住民の多くがリトアニア語を話さずポーランド人であると辞任していたとしても彼らはポーランド化されたリトアニア人であるのだと主張した。ユゼフ・ピュース付き率いるポーランドはポーランド主導の連邦を作りそこにポーランド人以外の民族が多く住む地域も含めようとした。 他方でリトアニアはビリニュス地域を自国領土として完全に独立することを目指した。このような状況からポーランド人の中にもポーランド近代国家建設に際して異なる意見が見られた。ロマン・ドモフスキはポーランドをポーランド人の単一民族国家として構想し、ポーランド人以外の民族を前次的に同化していくべきと主張したのに対し、ユゼフ・ピウス付きは 分割前のポーランドに住む諸民族から構成される連邦国家を目指した。どちらもビリニュースのポーランド人を新国家に組み込むこととしていた。ピウスツキはリトアニア大公国を連邦の州として再建しようとした。構想されていた州はリトアニア語を公用語とする西部、リトアニア、リトアニア語とポーランド語を公用語とする中部リトアニア、ベラルーシ語を公用語とする東部、リトアニア、 といった具合であった。現在のリトアニア私学では、このような構想は、歴史的現実とは、乖離した、ポーランド的リトアニア概念であった、と位置づけられている。最終的に、ピュース付きの計画は、ドモフスキ陣営及び、リトアニア政府双方から反対されたため失敗に、終わった。ドモフスキ陣営に属していたスタニスワフ・グラップスキは、リガ平和条約締結に向けて、 ソビエト連邦との交渉に当たっていたが、ここで新国境線の策定が議論された。グラプスキは、ポーランド領を極力小さく抑え、ポーランド人の割合が多く占める地域のみとするべきだと考えていたため、ポーランド人以外の民族が多く住む民宿をポーランド領に組み込むことには否定的であった。ポーランドリトアニア戦争、編集第一次世界大戦が終わると、 かつてのリトアニア大公国の領土は、ポーランド共和国、ベラルーシ人民共和国及び、リトアニア共和国に分かれることとなった。終戦の翌年には、ポーランドソビエト戦争が勃発し、2年間に渡って続いたため、ビリニュスの支配権も目まぐるしく変わっていった。1919年、赤軍がポーランドのリトアニアベラルーシ自衛軍を破った。 ことによりビリニュスは一時的に赤軍に占領されたが、その後すぐにポーランド軍によってソビエトロシアは追いやられることになる。1920年、ビリニュスは再び赤軍によって占領された。7月12日、ソビエトロシアとリトアニア共和国の間で講和条約が結ばれ、ソビエトはリトアニアのビリニュスに対する主権を認め、ビリニュス地域を リトアニア側に引き渡すことに合意した。またリトアニアはソビエトロシアがポーランドとの紛争状態にあることを条件に赤軍のリトアニア領内侵入に同意した。ソビエト赤軍はこの同意を利用し同意のわずか2日後にビリニュスを占領した。8月、ビリニュスはリトアニアに返還された。8月26日、ポーランド軍とリトアニア軍がスバウキ周辺で衝突。 ポーランド・リトアニア戦争に発展した。国際連盟が仲裁に乗り出し、スバウキに交渉の場を設けた。10月7日、ポーランドとリトアニアの間で合意文書が調印され、ビリニースはリトアニア側に帰属することとなった。この合意は10月10日の12時に効力を発することとされていた。ところが10月9日、ソビエト赤軍を追撃していた。 ジェリゴフスキ将軍率いるポーランド軍第一、リトアニアベラルーシ不評次第が、現地のポーランド人と共に、リトアニア軍を吸収し、ビリニウスから撤退させた。この行動は、イタリアのガブリエレ・ダンヌンツヨが、義勇軍を率いて、フィューメを占領した事例を模範としていたと指摘される。ポーランド政府は、こうした行動は、ジェリゴフスキが単独で行ったものであり、政府に、 責任はないと主張した。1923年8月には、ジェリゴフスキー本人も、この攻撃は、自身が直接指示したものであったと語っている。しかし実際のところ、ジェリゴフスキーは、大ポーランド主義を掲げるユゼフ・ピュースツキの命令に、従って行動していた。ピュースツキの考えによれば、リトアニアがポーランドとの連邦に加われば、ビリニュスをリトアニアに帰属させることも可能であったが、 リトアニアの民族主義者らはこの連邦案を拒否した。ジェリゴフスキは選挙した地域を直接ポーランドに編入するのではなく、そこに新たな国家を作り上げることにした。それが中部リトアニア共和国である。リトアニア政府はビリニュスから第二の都市であるカウナスへと移された。カウナス政府と中部リトアニアの紛争は数週間にわたって続けられたが、 どちらも著しく優勢になることはなかった。国際連盟による調停の結果、11月29日、休戦協定が結ばれた。1920年10月12日、ジェリゴフスキは臨時政府を設置する旨を発表した。1921年1月7日の彼の布告により、裁判所と警察が作られた。 さらに1919 19年1月1日の時点で中部リトアニア地域に住んでいた住民及び1914年8月1日以前に5年以上住んでいた住民すべてに中部リトアニア共和国の市民権が与えられた国旗は赤色を背景としポーランドの象徴である白足とリトアニアの象徴であるビーティスをあしらったものを採用した国章は ポーランドとリトアニアの象徴を組み合わせたもので、ポーランド・リトアニア共和国の国章に似ている。ポーランド・リトアニア国境の変遷和平交渉が国際連盟の講演を受けて行われた。1920年11月29日に、ポーランド・リトアニア両国によって和平交渉を行うことが決められ、1921年3月3日から話し合いが行われた。 国際連盟はポーランドが提案した中部リトアニアでの住民投票の実施を指示した。両者による歩み寄りの結果、ハイマンズプランが提案された。このプランは15の提案が含まれており、などといった内容を含むものであった。ポーランドは中部リトアニアからも代表団をブリュッセルに招待するよう要求したが、リトアニアがそれを拒否したため、和平交渉は中断された。 ビルの県編入の祝賀パレードの様子ブリュッセルでの和平交渉が失敗に終わると中部リトアニアの緊張は高まっていった。他の民族からの支持を得るためにポーランド人、リトアニア人の双方によって選挙向けのプロパガンダが展開された。ポーランド政府はまたリトアニア語の新聞の発行停止や選挙妨害など様々な形で強引な政策に訴えた。 選挙は行われたものの、リトアニア人とユダヤ人の大半、そしてベラルーシ人の一部は選挙をボイコットした。他方、ポーランド人は大半が投票を行った。1922年3月22日、ポーランド議会は中部リトアニアのポーランドへの編入を承認し、最終的には新しく設置されたビルの県に編入された。 リトアニアは中部リトアニア議会選挙の結果もポーランドによる編入措置も認めず、ポーランドによる占領をとみなした。首都機能をカウナスに移していたリトアニアは、その後もビリニュス地方を自国領土の一部として扱い、ビリニュスを憲法上の首都に規定した。そのため、ビリニュス問題は戦艦機を通じて両国の間の領土問題であり続け、 両国は1938年まで国交を樹立しなかった。後年、ポーランドの歴史家、ヘンリク・ビスネルは、当時の両国は、戦争なき戦争状態にあったと評している。王子のリトアニア大公国の復活を理想として、多民族共存を目指す、郷土派は、ジェリゴフスキによるビルの占領と、中部リトアニアの建国を、ポーランドナショナリストによる暴挙とみなし、これを非難した。 当時の共同派の代表的人物としては、ミーコラス・ロメリスやビトルト・アブラモビチ、ルドビク・アブラモビチなどが挙げられる。このうちビトルトの立場は、ユゼフ・ピウスツキに近く、中部リトアニア政府の支持に回り、中部リトアニア政府の要職であるビルの私服市長に座につくこととなった。ロメリスは、カウナスのリトアニア政権を選択した一方で、ルドビクは、 中部リトアニア化のビルのにとどまることを選んだ。ポーランド語話者が多く住んでいたビルの地方がポーランドに編入された結果、リトアニアにおけるポーランド人人口の割合は低くなった。1923年にリトアニア共和国で実施された国勢調査ではリトアニアの民族構成は以下の通りだった。1939年の独ソ不可侵条約締結と ポーランド侵攻の結果、ビリニュス地域を含むポーランド東部はソ連に占領された。ソ連はリトアニアにビリニュスの返還を持ちかけ、10月10日に両国間で協定が調印され、ビリニュスとその周囲 30km の地域はリトアニアに編入された。また、中部リトアニアの別の地域はソ連下の白、ロシア領となった。こうして、首都ビリニュスを取り戻すことができた。 リトアニアであったが、1940年6月14日、リトアニアはソ連に最後通帳を突きつけられ、その後ソ連に編入され、リトアニアソビエット社会主義共和国となった。その後、1990年にリトアニアが独立回復宣言を行い、その後ビリニュスがリトアニアの首都であることが国際的に承認されるようになった。ポーランドの歴史学者によれば、もし、 ポーランドがソビエトとの戦争に勝利していなければ、リトアニアはソビエトに侵攻されており、戦艦機の独立はなかっただろうと考えられている。つまり、リトアニアは1920年にソビエトと平和条約を結んではいたが、その年の夏にはソビエトに侵攻、編入される寸前にまで至っており、そうした計画を狂わせたのが、ポーランドの勝利であった、とされる。この考えは、満州国を、 ソビート連邦の拡大を食い止める防衛線と位置づけていた同時代の日本と告示している。日本は中部リトアニア共和国をいち早く承認している。英語文献ポーランド語文献リトアニア語文献日本語文献。ありがとうございます。